あれ、これか。あ、これっぽい。これが洋室。前玉ってやつですね。お、奇跡か。どうも、こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。カニ、カニ、カニ。はい、ということで、今日はカニカニ言いながら始まったわけなんですが、ちょっと目の前のフンボルトヒナカブトなんですけど、餌交換の時期が来ておりまして、かなり大きくなっておりますね。この辺ね、気にしてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ今週中ですかねには餌交換いたしますので、そんなところでちょっとまあご容赦ください。しかし今年はミヤマクワガタの数がとても少なかったですね。気温だと思います。気温っていうか気候っていうか、なんか未だに雨降りまくってますし、何なのっていう。梅雨は全然降らなかったのに、ここに来てすごく降ってたりするので、まあなかなかタイミングも合わず、まあ一応ゲットはしておるんですけど、全然満足した成果が得られておりません。はい、ノコギリクワガタちゃんはね、ちょっとかっこいい子捕まえてきてるんで、その辺もまた動画にしたいなと思っております。さて、では今日の動画の方に入っていきましょう。今日はこれをね、これを掘り出ししたいと思います。はっ。これはですね、灰色クワガタってやつですね。オーストラリアのかなり変わった子です。灰色クワガタなんですけど、まあ、かなり個性的な種でして、今までとりあえず2頭羽化してるんですが、そろそろいいかなと。ね、餌交換をね、今年の2月5日にしておりまして、で、5月に入って餌交換しようとしたところ、どうも、眉玉をこう作り始めていたところだったようで、餌交換をそこでやめました。で、まあ、その間ちょっと加水したりして過ごしたわけなんですが、もうそろそろね、羽化してきてるんで、いけるかなと思います。はい、ということでこれをね、8頭ぐらい、ちょっと、調べていきたいと思います。灰色クワガタ、まあ、なんというか、失敗しておりまして、ね、たくさん、こう、子供は産んだんですけど、幼虫全滅しちゃいまして、その対策は考えております。まあ、なので、今回はいけるかなと思ってるんですが、まあ、とりあえずオスメスをね、確保してね、今回すべて産卵セットで回そうかなというところでして、頑張っていきたいと思います。ではでは、今日も、掘り出し、頑張るぜ。さあ、開けていきたいと思います。眉玉タイプなので、こうね、羽化まで結構気を使います。ハッチはしてないですね。まずは、だいぶ乾燥してると思いますが、中身出していきましょう。多分コロコロした眉玉がね、出てくると思います。出てきましたか？違うな。あれ？あれ？これか。あ、これっぽい。あ、ね、これは、すごい、こうや、乾燥しててこう、すごい柔らかいんですけど、これがね、卵ですね。豆がすごい鳴いてんだけど。こちらでます。これが洋室。前玉ってやつですね。振ってカラカラすると、まださなぎです。二投目、いきたいと思います。はっ。そうね。こんな感じでしょう。まあ、さっきと同じようにね、例によって、前玉をこうね、取り出していく感じでございます。こう、全体的にこう取り出せば、どういうか前玉かわかると思いますので、上手に取り出そう。あ、前玉ありません。あれ？いや、どっかで落ちてるんだ、これは。いやー、マジか。やっぱ弱いっすねー。これ何使ったら、マット。あー、なるほど。あれね。ブナのマットか。ダメみたいですね。この子残念ながら落ちております。3投目です。あー、ブナ系のマットの方がダメか。かもしれないですね。一応こう、実験的に、こう、いろんなマット使おうと思いまして、
やったんですけど、あ、ブナのマットの方が、ダメみたい。あー、はい、クワガタ用のマットじゃダメってことですかね。しまったなー。はい、これもちょっと落ちてる感じです。4投目を行こうとしてるんですけど、これもブナのマットね。まあ、感想はね、仕方ないんですよ。これは5月に餌交換しなかったので、うん、前玉が出てきたからね、ちょっと餌交換やめたんですよね。そんな感じでございまして、これ違うな。これはひょっとしてこう、このマットだとちょっと前玉を作りにくいのかもしれない。なんかちょっと読めてきた感じです。ごめんなさい。何匹か犠牲になってしまってるかもしれませんが、多分ブナ系のマットの方は全部ダメっぽいですね。いやー、しまったな。となってくると、頼みの綱はですね、これ完全発酵マットを使ってるやつ。こっちはさっきも前玉出てきたので、こっちの餌じゃないとダメってことかもしれないですね。はい、ちょっと出してみたいと思います。幼虫で出てきました。マジか。はい、幼虫で出てきたな。ちょっと驚きなんですけど。まあ、じゃあそれやったらちょっと餌交換遅かったですね。加水して、またこうね、入れておきたいなと思います。びっくりした。はい、行きましょう。これは、どうでしょう。ね。どうなんでしょうね。ちょっと気になるところではございますが、とりあえずは、前玉ね、取り出していきたいなと思います。お、ここにこう、前玉が、あるんじゃないの？あれ？これ違うの？あら。あら、あー、やばい。これ全容だ。全容にな、やばいんじゃないこれ。これはちょっと色があれなんで、もう全容になろうとしてたところみたいです。まだ間に合わないよね。腕ロックされてるよね。いや、困ったな。ちょっと、人工養室的なものを作ってちょっと様子見たいと思います。人工養室の方できましたが、この子が全容だと思うんですけど、微妙なところなのでどうなるかちょっとやってみないと分かりません。はい、とりあえずこれの中入れて様子見たいなと思います。どうなんでしょうね。全容になりかけには違いないんですけど、まだ幼虫の体しているので、ちょっと、タイミング的に最悪だったかもしれないですね。まあ、このまま溶化してくれればいいんですけど、様子見るしかないかなというところですね。やってしまった感じです。まあ、それじゃあこれでちょっとね、様子見たいと思います。はいはい、それじゃあまあね、こう締めていきたいと思います。微妙でしたね、本当に。さあ、行きましょう。はい、残りは生き残ってるんじゃないかなと思いますけど、今みたいに全容だったりとか、もう大変ですね。まあでも勇気を持って調べたいと思います。ちょっと難しいですね。このタイミングが。そんなにタイミングが合わないもんなんだ。はい、前田は見つかったんですけど、まだ羽化してないですね。これで全容の状態っぽいです。あ、やばい、やばい。ごめん。中で動いてます。これ、全容ぐらいかな。この動きがね、ちょっと幼虫って感じではない気がします。こんな感じですね。とりあえず、どうも、溶化してるっぽい、全容ぐらいかなという気はするので、このまま、ちょっと様子見たいと思います。はい。このまま羽化すればいいですし、羽化しなかった場合は、そうですね。まあ、その時はその時で考えます。はい。そんな感じです。本日ラストでございます。いや、参りましたね。これはもう大繁殖の予定が、ずれまくりですね。まあ、しょうがないですかね。初めての週はこんなもんかなという気はいたしますが。これもどうなんでしょう。まあ、ちょっと怪しいんでね、こう、ね、
かなりこう慎重にこう様子を見なきゃいけないですかね。この中に繭玉があるのかな。これそうか。あ、これそうですね。まだコロコロしてるんで、これサナギですね。あ、コロコロしてる。こちらご覧ください。これが繭玉。もうなんかあのチョコボールにしか見えませんけど、はい、でコロコロします。これはねコロコロするんでまだ浮かしてないですね。これはねもうこのまま戻しましょう。こんな感じで、よいしょ。これねあの浮かまで持っていきたいと思います。困ったな、前頭掘り出したんですけど、とりあえず浮かしてる子がいないですね。はい、ハイロクワガタ、なんか難しい感じですね。こんだけタイミング合わないとは夢にも思わなかったです。オスが2頭浮かしておりまして、オスだけでは繁殖できないので、どうしたもんかな。ただ寿命的に非常に短い子たちなんでね、ちょっと難しいかなと。うーん、メスをお迎えするしかないのかな。困りましたね。これ全部オスとかだったらどうしよう。オスオスオスとか。あー難しい。どうしたもんだろう。あー悩むところでございます。まあちょっとじっくりね考えたいと思います。マメちょっとマメ。とか言ってたらもう一個残ってました。はい、ただこれあのブナのマット使ってやったやつなんで、ひょっとしたら落ちてるかもしれません。ブナ使ったら落ちる可能性かなり高いみたいなんで、調べてみたいと思います。眉玉はないけど、どうなんでしょう、どうなんでしょうね。マメが応援してくれてる。あ、お、今チラッと見えましたね、ここに成虫になってる。あ、これだこれこれ。あ、お、奇跡か、奇跡か。あい、うん、成虫になってる。しかもメスじゃないですか。奇跡かこれは。おー、メスだー。マジでかー、奇跡ですね。ハッチしてた感じなので、もうご飯食べるかもしれません。なんとマジで土壇場でメスが一匹出てきました。これでオス2、メス1となりましたので、ちょっと挑戦してみたいと思います、繁殖。あー奇跡起きたな、ありがたい。やった、今日は豆がよく喋りますね。はい、これがオスでございます。どうすかこれ。かわいらしい。ということで、まあ、なんとか、オスメス揃いましたので、ちょっと産卵またね、挑戦したいと。で、今度はね、もう割り出ししないです。割り出しするとダメになるみたいなんで、もう割り出さずに放置ですね。で、マットはもう決まりました。マットはもう、あれですね、完全発酵マットの方で行きたいなと思います。どうもこのね、完全発酵マットの方は全然落ちてなかったんで、これ適合してるんだと思います。はい、じゃあ今日はこれでお別れです。またよかったらコメントで感想をお願いします。まあもう大失敗かと思ったらですね、奇跡が最後に起きていただきました。嬉しいです。ね、ほんと。ね、マミも興奮してますけど。じゃあ今日はこれでお別れです。バイバーイ。